あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。デコボコトラベリングのビッグスモール。どうもどうも皆さんこんばんは。お仕事の方、お学校の方、バイトの方、お疲れ様です。りょうとです。こんばんは。はい、あのですね、今回デコボコトラベリングのビッグスモール水曜日ということで、まあなぜか、まあ僕昨日担当してたカマルの三宅というものなんですけれども、デコボコトラベリングりょうとくんが今日まあ来る予定なんですが、来てないんです。このスタジオまだ全然もう連絡も来ないし、え、死んだのかな、りょうとは。りょうとは死んだんすか。生きてるよ。ああ、よかったよかった。はい、どうも皆さん、ああ、りょうとだ。こんばんは。りょうと来てくれた。仕事の方、アルバイトの方、学生の皆さん、お疲れ様です。りょうとだ。今日はクオリティが低い。低いな、今日は今日はなんか低いな、はい、いつもめっちゃ上手な、ね、さ、ミキサーのキャンさん、はい、キャンさんがやってくれてますけど、だからさ、ちょっとね、今準備したいのがあるから、あ、しばらく繋いどいてもらっていい？嘘でしょ？お願いです。リョートからの、うん、リョートからのお願い、電話かかってきてたでしょ？おー、はいはいはい、うん、嘘でしょ？しばらくちょっとじゃあ繋いどいて。で、怖いって、リョート早く来てよ。で、ちょっとじゃあコメントで。時間潰しますか。進撃のめいちゃんさん、小室ゆりさんからりょうとくんに質問があったよ。あ、そうなんす。じゃあ後でちょっとその件に関してはりょうとに言ってください。とんこつしゅうさん、おこんばんは。おこんばんはでございます。ひかるさん、こんばんは。こんばんはということで、まきさん、こんばんは。エディオンスマイルお願いします。あ、まきさん、え、僕っていうことは分かってるんですかね。まきさんはありがとうございます。エディオンスマイル。奈々さん、こんばんは。こんばんは。ひかるさん、え、かいりくんはお休みだね。かいりはなんで？かいりはお休みなんすか、今日は。何も聞いてないですか。繋いでって言ったでしょ。すぐ頼らない。頼るだろ頼るだろ、一人でこんなんできないって俺は俺は回す方ではないもん、絶対。はいはいはい、はい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 じゃないの、はいはいはい、本当にもう亮と早く来てね。そしてあむずみさん、お、キャンさんに池上キャンさんイケメンって来てます。あ、ありがとうございます。というわけで準備が整いましたので、はい、ちょっとここでやりましょうかね。え、何を。早速ではありますけど、はい、ちょっと読み上げたいと思います。あ、何ですか。じゃあ、いきますね。はい。あ、違った、これじゃない。え、何ですか、何ですか。あれ、何この哀愁漂う。背景、三宅様。あ、俺。本日は、デコボコトラベリングビッグスモールに、はい、ご出演いただき、はい、誠にありがとうございます。あ、いえいえ、どんどん。本日はですね、はい、実は、はい、あなたに、はい、ドッキリを仕掛ける予定でございました。え、どういうこと。ドッキリ。はい、なぜかというと、はい、本日、はい、デコボコトラベリング二人とも、はい、明日沖縄を発つということで。そうだね、明日埼玉に飛びますね。出演ができません。は？ということで、え、代役
あなたともう一人呼んでいたのですが、おお、マジっすか。ドタキャンされました。マジかよ。なので本日あなた一人で番組を回してください。嘘でしょ。え、本当に言ってる。ということで、三宅へのメッセージ以上、デコボコトラベリング帰り亮と代読キャンでございました。やってんな、やってんな。おい、いやいや違う違う違う、もう一人ゲスト呼んでたんでしょ。呼んでました。え、ちなみに誰だったと思います。もう一人っすか。もう一人。え、この FEC チュンドメンバーっすか。これはではないです。え、ないんすか。ではないです。え、あなたとの絡みを見てみたかった。あ、僕との絡みを、はい、おー、あ、これはじゃあ FEC の芸人さんってことっすか。じゃあ見てみたかった。誰 FEC の芸人さん。芸人さん、あれ、芸人さんではない。え、でもチューン堂には出たことある。あるんすか。はい。え、え、誰誰誰。え、チュラウミセイバーさん。なんで急にうちのレスラーが来るんですか。え、誰。しかもマッドドッグじゃないですか今。チャンピオン、チラミ、チャンピオン、チラミセイバーさん来てほしかったな。あの人喋り苦手ですからね。あ、そうなんですか。一番苦手ですからね。意外。そ、え、誰、え、誰なんだろう。出たことあるんですよね。出たことあります。僕と一緒に出たことは。一緒には出たことないと思います。おお。なのでツイキャス見てください。綿貫かなちゃん。せーので。おい、綿貫はしんどいぞ。だから俺もさ、この一回、このまだこのミナツさんがクーター進化だった時に、勝利さんが一人でラジオするってことで僕が呼ばれて、その僕もその代役で綿貫かなさんをここに入れたことがあるんですよ。あの時の勝利さんの顔、今でも忘れないです。綿貫さん、だから綿貫さんは今ちょっとこの僕の相方の中地くんと、はいはい、ドラマの出演で結構今忙しいみたいですね。明日ももう一日中ロケみたいで。あ、じゃあそれで今日来れなくなったわけですね。そうなのかもしれないですね。忙しいね、みんなね。三宅暇ね。暇すぎるだろ俺。おい。営業終わりよ俺。営業終わり急いで来たんだよ俺。寮とか待ってるかなと思って。はい。嘘だろ。実は裏ではこんなことがありました。おい、せめて綿貫欲しかったな。ちなみにさっきの読み上げたメッセージ、はい、あれも嘘です。え、あれ勝手に僕が作りました。おい、デコボコ何もしてんやし。ちなみに本当に届いた亮太からのメッセージ今から読みたいと思います。はい。じゃあ BGM もかけ直しましょうか。あ、じゃあすいません、お願いします。哀愁漂うなこれ。お疲れ様です。おう、お疲れ様です。すいません、今日綿貫さんが急遽打ち合わせが入って出れなくなってしまいました。よければキャンさんと三宅で喋ることとか可能でしょうか。申し訳ありません。はあ。続いて僕のコメント大丈夫ですよ。軽いな、めっちゃ軽いな。そしてノート君からの返信が、はい、すいません、今日実はリョウと来れませんみたいなドッキリ上してほしいです。はいはいはい、今されましたよリョウと。オッケー。だから軽いな、スタンプでオッケーじゃないんよ。ということで今日の流れはこんな感じです。はあ、恐ろしい。このドッキリは本当にやってはいけない。さっきの代読良かったでしょ。めちゃくちゃ良かったですよさっきの。あれアドリブすごいな。これぐらいできるようにならないとね。超えてくんなよ。やめてくださいよ。ミキサーが芸人を超えるって恐ろしい。しかも文章全く考えてなかったからね。すごいな。今あの曲探したのも、はい、だから5分ちょっとちょうだいっつって
言わしたじゃん。ああ、はい、その間に検索して探したんよ。おすげえ、できる男やん。あざっすあ、すぐ調子乗る。あざすぐ調子乗るな。コメント読んでいきましょうか。はい、ヒカルさん、ああそういうことですかそういうこと見たいっすね。両とも来ないし。進撃のめいちゃんさん、なるほど仕方がない。いや仕方ない子はないでしょ。これどうにかできたでしょ。両とも今日はなんか他に代役呼ぶとかさ、こんなドッキリするんだったらやめてくれよ本当に。マキさん、三宅さん、ラーメン談義してください。あ、ちょっといいっすね。ちょっと後ほどちょっと今日の企画じゃあ、あと5分10分ぐらいかけてなんか決めますか。ああそうですね、ちょっと本日の企画を、はい、ちょっと決めたいな。すでにもう今日は自由にしていいと。あ、フリーの日ですか今日は。はい、じゃあちょっとなので、まあ、CM が2回あるんですよね、この番組は。はいはいはい、はい、三宅くんの番組はいつも1回だけ。そうですね、1回だけですね。あれは2分が1回、こっちはあの1分が2回。1分を2回。おー、それを頭に入れて、はいはい、何か今日、まあさ、ラーメン談義もそうですけど、はい、コーナーとかなんか設けて、あー、ちょっとやりたいですね。おしゃべりするのいいんじゃないですか。おー、ちょっといいかも、はいはい、こういう機会があってもいいですね、ちょっとね、はいはい、で新しいいろいろ実験もできるし。そうだ、人の番組だからどうなってもいい。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。ちょっとめっちゃぶっ壊そうこの番組俺恨みしかないもんぶっ壊そうぶっ壊そう。だから今日、ま、実は今日迷ったんですよ、はい、昨日みたいなプランも考えられるなと思って。あー、どういうことですか。 DJ したりとか。あー、はい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 。でも最初からセッティングしたらね、来ないのバレバレじゃんと。まあ、そうっすよねそうっすよね。これ却下したんですよね。あ、DJ、 はい。ちなみに今日はあのドローンの方は持ってないっすだって綿貫かなさん来ないって連絡5時間前ぐらいなんで、もう僕出勤してますからね。あ、だいぶ、はい、だいぶもうどうしようもできないですね。もうね、持ってきてないものは持ってこれない。りょうとその辺しっかりしてよ、ちゃんと。ということで、はい、本日は私と三宅くんの2人でお届けしてまいることになりましたなりましたので、皆様ぜひぜひ今日はデコボコトラベリングのビッグスモールではなく、はい、宮里健太とキャン和正の、はい、キャンキャン吠える三宅で、はい、キャンキャン吠える三宅ラジオで、はい、お送りしていきたいと思います。フルネームで呼んだな。え、フルネームで呼んだな。キャン和正。いや、キャン和正でしょ。 FM ギノワンでは CAN のキャンで名乗ってます。あー、いやでも中地も言うてるやん、和正さん和正さんって。バレた。いや、バレてるって。もうちょっと三宅ビビらそうかなと思った。怖さよや死に怖かった今。え、俺キャンなんだけど。俺キャンなんだ。本当になんかそういう組織に勤めてんのかな。これキャンなんだ。怖いってそのトーンが。あ、ダメ、そのやめてください。二人きりなんだから今日は。じゃあどんなトーンがいいの。コンビニもうイエーみたいな、ずっとそんな感じでいきましょう今日は。三宅、三宅、あーめんどくさい、遊ぼー三宅、遊ぼー。何して遊ぶの。クラブで都合のいい女探しに行こう。最低だな、最低だな。ちなみに5歳児です。5歳児が三宅、三宅、なになになに、松山に遊びに行こう。行くか、5歳児と。こんなことできるんでしょ。あー、放送には載せられない。あー、危ない、よかった。今のこの手遊びはあかんよ。今の一番汚い手遊び。5歳児です。5歳児がそんなんするなよ、マセガキが。マセガキが本当に。というわけで今からはじゃあツイキャス拾いながら、はい、そうですね、はい、あのちょっと企画を決めて一回 CM 行きましょうか。それ一旦、ね、ちょっと落ち着くために CM 行きますけど、はいはいはい、じゃあちょっとツイキャス拾っていきましょう。飛んでいきたいと思います。マキさん、キャンさん転がし上手そうなんですよ。キャンさんはなんか僕をいじるのがなんかとっても楽しいみたいで。めっちゃ楽しい。あ、ちょっと待ってください。あの、はいはい、日賀亮斗くんから お電話が来ましたので、ほうほうほう、ちょっとこの辺でちょっとつなげたいと思います。どうぞどうぞ。もしもし、
もしもし。りょうとくん。はい。どうした？どういうことですか？それはこっちが聞きたいんですけど。いやいや、俺が言いたいよ。どういうことだば、この状況。今日はドッキリっていうことですね。はい。三宅が、うん。最初は一人で喋ってもらおうかなと思ったんですけど、うん。帰りに LINE したところ、はい。既読がついて5秒で、あ、三宅無理だからキャンさんとどうにか喋ってって、お願いされたので、おい。俺もあのですね、だから、カナさんも忙しいらしくて、らしいな。実はね、その1週間前に、もうその打ち合わせをキャンさんとカイリーと俺でやってたのよ。あ、1週間前に？うん、もうやってたの。だいぶ入念にやってんな。俺は三宅に電話して、で、カイリーはカナさんに やるっていう担当だったっけ。はい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 。で、今日ね、僕もですよ、焦ってる中、LINE 見たら、カナさんが来れなくなったといきなり。いや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 、どうなっとるばと思いながら。だから、頑張れ。一言だな、お前。死に一言だな。おい、なんだば三宅のキャンキャン言わすみたいな、なんだばしょうもないバカ。お前がそうさせたんだよ、この状況は。おい。お前のせいだぞ、全部お前が責任取るんだよ、この放送は。おい、帰りに責任取らせ。デコボコ二人に。お前らこの沖縄から離陸させないからな、明日。飛ばさんからな。明日頑張るので、三宅は今日、頑張ってください。死にそうだ。今日、綿貫かなさんとの見たかったっけ、お前。前との、カナさんと俺との ねちょっとでも、ちょっとキャンさんと三宅でも面白いかなっていう子供心がね、出てしまいまして、はい。何言ってんだこいつ。三宅、頑張って。おい、キャンさんがついてるから。これ死にしたことだな、さっきから。じゃあもし、本当に、なんかあったら、帰りに電話しな。そうだね、一回帰りにも電話しよう。うん、どっかのタイミングで。そう、今日は思う存分やってください。ちょっと怒りの電話するわ、後で。じゃあよろしくお願いいたします。じゃあ明日頑張ってね。はい、お疲れ様でーす。はーい。あ、チェンチェーン。なんだあいつ。いや、いい優しさのあふれる電話でしたね。どこかよ。どこかよ。憎しみしかないんだけど、今あいつに対して。もう本当に、まあ、もうこうなったらもう、はい、やるしかないですね、もうね。まあ、ちなみに今 BGM が流れてるんですけど、はい、普段はデコボコトラベリングのビッグスモール BGM ないんですよ。ああ、そうらしいっすね。はい。まあ三宅んじゃ持たないだろうなと思って。おい、BGM に頼らんぞ俺は。絶対に頼らんぞ。ポンコツだしな。おい。あー、ごめん。あ、ちょっと心の声が。心の声出すな。心にずっとしまっとけ、それは。じゃあ、金庫に鍵かけて。南京錠がいい。違う、ダイヤル錠がいい。世情の問題じゃないよ。あ、違う。あなたの気持ちの問題よ。メンタル面よ、それは。そう？メンタルを強く持って。俺メンタル強い方だと思うんだけど。いや、それに関しては何とも言えない俺は。キャンさんの精神面全然知らんから俺は。ああ、そっかそっか。ということで、はい、ツイキャスの方結構面白いコメントいっぱい来てますよ。お、ちょっとツイキャスの方読んでいきましょうか。はい、エマさん、リョートさんを後悔させるメールを送りました。何？昨日もね。はい、この実は優しいエマさんからメール来てるんですよね。マジっすか。はいはいはい。うわ、あ、これは、おー、ほう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 、おー、ほう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 、わー、これちょっとテンション上がるわ。うわー、これ、これを絶対リョートに見せないでくださいね、これは。いや、もうこれはもう今日で削除します。よっしゃー、あなただけのものです。最高。山さん、ありがとうございます。お一人様、ラジオ頑張ってください。わー、優しい。ご褒美をどうぞ。
リョウトさんを公開させてあげましょう。うわー、リョウト、これは後悔するわ。リョウトさん、残念ですねーということで。ありがとうございます。いやー、山さん、分かってらっしゃる。分かってらっしゃる、これはもう男心くすぐる。いやー、分かってらっしゃる。これ、何これ、これでもダンス囲まれたい。っしゃるんですよね。DJ やるときに囲まれたい。囲まれたいわ。あ、もう、あ、これも来てるんだ。おお、わお。あらら、これもこれちょっとあとまあ40分ぐらい、もうこれずっと見ときます。これもいやいやいや、ツイキャス拾ってくださいよ。いやいやいや、だからポンコツって言われるんですよ。これで、うおい、堪能させて。ダメ、この美女4人衆を。仕事しろ。仕事しろ。ミキサーに言われたらもうおしまいよこれ。俺ミキサー兼ディレクターよ。あ、そう、 D D だよ、ここキャン D だ。 D だよ俺、キャンディレクター。そうだよ、すいません、 D が喋ってんだよ。すいません、で、あ、すいません、 D が喋ってんだよ。すいません、ごめんなさい、仕事します。ミヤキューさん、あー、 D がふざけおった。ミヤキュー、 D すぐふざけるからな。ミヤキュー、何何、なんすかなんすか。ミヤキュー、うるせえな。うるせえな、ミヤケン。あー、すんげえローテーションのミヤケン。はい、ミヤケン、あー、もういいって、もういいよ、ツイキャス読ませてください。読め、読めじゃないよ、読ませろ俺に。進撃のめいちゃんさん、私も心の声が出そうになった。おい。ポンコツって言おうとしてるでしょ。おい、めいちゃんさん、ポン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 コツ、最低だろおい。アヤマンジャパンと俺に殴らせろ。おい。シュプリームさん、こじらせてるなこの二人。そうっすよね、もう前も一度ありましたからね、はい、こういう、あの時はドローンが飛んだけどね、あの時はドローンが飛んだけど、今日はドローンがないんす。だから今日は俺もドローンしようか。あ、絶対やめて、絶対やめて。ダメ、お上手だけどやめて。お上手だけどダメ、やめてください、ドローンするのだけは。わかった。しょうがないな。意外と素直でした。しょうがないな。ありがとうございます。エマさん、ちなみに取り立てです。おお、今だ。じゃあ Now？ Now すごい。わあ、ちょっとこれはいろいろ想像をかきたてられますね、これはね。俺も DJ したいな。あ、そうですよね、キャンさんも結構、はい、こういろんな場所で回して、まあ、今週末パーティーだからな。え、楽しみ楽しみ。このパーティーはどういう、もうシャンパンパーティー。シャンパンパーティー。そんないけいけなこと、飲み放題。うわー、これもう荒れる気満々じゃないですか、もうこれ。もう僕のまあいろいろ秘密兵器いっぱい持って遊ぼうかなと。いやいや、でもキャンさんのやつは男はめちゃくちゃね、やっぱ子供心というか、なんかうわーこれ絶対欲しいみたいなのはめっちゃいっぱいありますけど、うん、女性からしたらどうなんだろう、あれは。まあ、引く人の方が多いよね。キャンさんの、そうなんですよ、男のロマンだけを追求したものが結構多いですからね、うん、だからあの DJ の あれもそうですけど、まあ、ドローンとかもね、はい、もう全部だから、もう僕欲しいっすもん、全部。20代は貯金せずに遊ぼうって決めて。あ、いいな。いまだに貯金ができてないから女性が寄りつかない。いえいえ、今もうないんすか、こういう女性のそういうのとか。話題ですか。話題とかあるわけねえだろ。あるかもしれないじゃないですか。あるわけねえだろ。めちゃくちゃ切りられた。俺の金利念に触れるじゃないよ。ごめんなさい、なんか触れちゃダメなんですね、女性関係の話は。傷つくよ。あ、ごめん。傷つくよ。ハートブレイクしちゃった、キャンさんが。恋がしたい。あ、悲しい。悲しい32歳の嘆き。悲しすぎるよ。ということで、はい、どんどん拾っていきましょう。どんどん拾っていきましょうということで。ルパンさん、三宅の隣の椅子に座りたかった。え？ルパンさん、今からでも全然間に合います。ぜひ、FM キノマンに。来てください。本当に僕の代わりに勤めてほしいですよ、誰か。
本当によろしくお願いします。喋るの専門じゃねえし。いやいやいや、キャンさん喋ったらもうノンストップじゃないですか。俺はい全部奪うよマイク。本当にやめて。それはそれはやめて。いやいや画面に映ってるの、ツイキャスでもね画面に映ってるの、うん、僕だけじゃないですかこれ、うん、なんか俺よメイン多分今日の天の声です。どうも皆さんこんばんは。はい、やばいタイプの天の声。いやね、今日の番組はね話してやろうと思いましてね誰だも誰だもそれ。天の声、天の声のテンションではないでしょそれ。いや私ね FM 機能あんので実はね裏から回してるものなんですよ。いや怖い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 、トーンが怖い。ずっとダメ、ずっとダメです。ダメ、そのテンションもダメです。僕もついていけないです。それは新しいキャラ作ろうかなと思って。おお新キャラ、新キャラ、あいいですね。僕もちょっと新キャラ欲しいですね。ただ覗いたいからやめようか。やめましょうやめましょう。じゃあツイキャス呼んでいきます。僕はマキさん、三宅さんって見えそうな人ですよね。夏だしやってほしいな。おお、お、そういうことか。え、はいはいはい、はい、そうっすね。あ、もうそういう時期ですか。もう、そうですね。もうなんか今回からテレビも、沖縄3局全部怖い系のドラマを制作してるみたいですね今ね。あ、そうなん、そうらしいんですよ。おー、だから来週かな、来週僕たちのこの FEC の社長山城智司さんが、はいはい、この監督を務める作品のちょっとスタッフとしてちょっと末吉公園でちょっと撮影するっていう。ほうほう、末吉公園知ってますキャンさん。末吉公園は分かんないです。あ、分かんないですか。末吉公園な、僕たちまあ那覇では結構有名な心霊スポットなんですけど、この心霊スポット僕がこの学生の頃かな、はいはい、学生の頃にまあちょっとまあみんなで遊び半分ではないけどなんかちょっとこういう幽霊出るよみたいな感じで、うん、この末吉公園に行ったんですよ僕。そしたらこの末吉公園でね、まあ本当に夜、まあ11時ぐらいですかね、まあ、ちょっとまあみんなでまあわちゃわちゃしながら歩いてたんですよ。そしたらね、なんかまあ気のせいかもしれないんですけど後ろにちょっと気配感じるんですよね。ずっと気配感じてて、あめっちゃ怖いなと思って、まあこう本当に山、結構山道とかもあるんで山道をどんどん登っていって、なんか王様のお墓なのかななんか分かんないですけど、なんかそういう大きいお墓があって、うん、あーこんなんもあるんだと思って、もうこの辺でちょっと怖いから引き返そうと思って引き返してたんですよ僕たち。そしたらこの友達一人が急に体調悪くなって、なんかめっちゃお腹痛いってなって、あ大丈夫かってなって、まあちょっとまあ催す方だったらしくて、まあトイレに、公衆トイレにちょっと友達が行ったんですけど、そっからあの僕と3人で行ってたんですけど、一人が体調悪くてトイレこもってる時になんかこの後ろから僕トントンってされたんですよ肩。パッて振り返っても誰もいないんですよ。あまあまあ気のせいだろうなと思って、さすがにそんなことないじゃないですかやっぱりね、めったにね、うん、僕もそのまま歩いてたんですけど、でこの翌この友達2人、僕と2人で残ってて、まあだからその一人がふざけたんかなと思ってね、僕も気にしてなかったんですけど、まあ、俺で聞いたら俺やってないよ、いやいやまたまたみたいな話をしてたら、えあのちょっとすいません、あのえ何何何ちょちょちょ、あの僕の話以前にあのえちょちょちょ、なんか息遣いが聞こえてくるんですけど。何も聞こえないよ。え何も聞こえ、えあ聞こえる聞こえる聞こえるみたいな。気のせい気のせい、え何気のせい気のせい、続けああ大丈夫続けますよじゃあ。